京林城通り京林城通りは、栃木県宇都宮市の市街地北部を東西に横断する幹線道路である。京林城通りは、市道21号線の西部区間の通称で、国道119号の松原三丁目交差点と、国道4号の東所南交差点間を結ぶ道路である。市中心街から北部方面に放射状に伸びる各使用道路と交差し、 中心市街地を経ずに各放射状道路沿線間を短絡する主要道路である。現在はさらに外側に宇都宮環状道路が整備され、混雑状況は幾分か緩和しているが、競輪開催日や土曜、休日の日中などは、宇都宮競輪場や沿線最大のショッピングセンターである福田やショッピングプラザ、宇都宮店にアクセスする自動車で施設近隣区間が渋滞する。 渋滞解消に向けた4車線化計画があり、その一環として2010年11月、大曽二丁目交差点より、今泉新町交差点までの区間が、栃木県道1 0を宇都宮那須から須山線に組み込まれた。競輪場通りという通称は、沿線にある主要施設の宇都宮競輪場から取られたものである。競輪場通りと呼ばれる区間は、 国道119号の松原三丁目交差点と国道4号の東所南交差点の間である。交差する主要道路は西側から順番に以下の通りである。沿線の主な施設は西側から順番に以下の通りである。現在以下の路線バスが運行されている。ありがとうございます。